はしませんけど、いつも、釣りするのはこの下です。昔、あ、そうそう、この奥の温泉、岩別温泉ね、これの経営者、知床で事故を起こしたあの社長が経営者です。今も経営者かどうかわからないけど、この辺でよく釣っています。こういう車を置いてね、何を書いてんだ。あ、熊の顔か。50メートル以上の距離を取りましょう、熊に対してね。こうやってたらね、どっかにいたりするわけね。こうやっていないかなーって、こういうのやらないと見つからないし、やってたらいつかはね、必ずあってね、なるわけですよ。ここね、車両の駐停車はご遠慮くださいだとか、あ、ここ狭いからかな、あ、すれ違いのために開けてあるからかもしれない。なんせ、北海道の川は釣れるか釣れないかはどうやって判断するか、釣れる川に行きたいって言ったらどうすればいいか、熊がいるところに行けばいいんだよね。だから熊がいるところには避ける人が出ますから、いや、俺は熊いたって行くっていう人はいますから、熊が出そうな、いそうなところまで入っていくと魚は釣れますね。だからここら釣って釣れないっていうことはほとんどありえないんですね。基本的には山辺とお城駒になります。北海道では山辺が山辺って言いますね。お城駒は、まあ、こういうとこでも釣れるし、知床の川ならどこでもいるのかな。はい、今日は金曜日、明日明後日天気が悪い、だからピップのおさん夫婦は多分来れないんじゃないかと。もし晴れたら来たら、知床の羅臼側でおしろこま釣って焼いて食べようねって話してたんですけど、この天気は晩になったら一気に雨に変わっていくみたいです。こうやって喋ってる時熊さんが出てきてくれたらありがたいわけだけど、ここで引き返します。この後道が狭くなって迷惑かけるんで、あ、はい、この近辺でも釣ったことあります。だもー。